はじめまして。私は高橋理恵です。日本。私は日本人です。教師。私は教師です。どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ロシアにあるリャザンという町で日本語教師をしている高橋理恵と申します。もう日本語教師になってから3年です。主に大学では日本語を初めて勉強する学生や N2 や N3 レベルの学生を教えています。もともとドイツ語を勉強していましたが、1年間ドイツへ留学したことがきっかけで日本語を教えるということに興味を持ちました。そして今日本語教師として働いています。動画の初めにあった通り、私はイラストを使って日本語で日本語を教えます。ですから英語は使いません。日本語だけで私は教えます。3年間日本語教師として働いたキャリアがありますから、皆さんの力になれると思います。連絡待っています。さようなら。